ラメリーです。おっさんことオースリーです。ソラネコです。本日やっていくのは職業インタビュー。ということで本日は偽のインタビューをされるドッキリでございます。オースリーにはブラック企業についてのインタビューをしてぐちぐち言っていた映像を今のアイドルについてどう思うみたいなインタビューに勝手に編集します。もういつの間にか自分がアイドルをディスっているっていうとんでもない映像になるわけですね。ソラネコにもスマブラに関するインタビューをするんですが、実際はパワハラ上司についてどう思うみたいなインタビューに編集し直します。それを見た2人はどんな反応するんでしょうか。見ていきましょう。まあインタビューといっても話をするだけだと画面が寂しいんで、本日はこの螺旋状のマップで遊びながら話をしていきます。やばい、死ぬ。まだ始まってないのに死ぬな。小学生が将来になりたい職業ランキング2022を見ると、男子部門の1位が会社員、2位が YouTube 動画投稿者ということで、1位に輝いた男性会社員と2位の男性 YouTuber、 どちらもいますね。ここに会社員です。でソラネコはライブもしてますので、 YouTuber でありアイドルという枠組みにもなるのかな。今ね、推しの子というアニメが始まって、アイドルという職業に興味を持つ人もいるのかなと思いますので、どんな生活なのか実際に聞いていきたいと思います。やっとアイドル認定された。知らない人もいると思うので一応聞いておきますけど、ソラネコは会社員として働いたことはないよね。ないね。はい、ということでないので、ソラネコは会社員がどういう日々を送っているのか知らないんですよ。もちろんオースリーも YouTuber やアイドルに関してあんまり知りません。なので本日のインタビューを通して、お互いが会社員って、あ、こんな生活してるんだ、あ、 YouTuber アイドルってこんな生活してるんだっていう風にね、理解できる動画になればいいなって思ってます。ちなみにソラネコ、現時点で会社員どんなイメージですか？会社員、そう、会社員、あー、社員、まあ、こんな感じかな。なるほど、こんなイメージなんだ。ダメだ、やばい、世の中の会社員に殺されてしまう。なんかブラックブラックって言ってる人多いかも。ちょっと偏ってんな、イメージが。全部俺基準じゃねえか。そうだね。オースリーの日頃の愚痴が暴露されてますよ、間接的に。ブラックブラック、うわ、偏見が加速していく。じゃあ言える範囲で1日のスケジュールを教えてもらっていいですか？あー、何時だ、7時半ぐらいに起きて、いや、まあでも基本的に7時か、7時起きだな今は。あー、まあ普通ですね。起きた8時半には会社に着く。8時半、え、交通時間ってそんな時間かかるの？まあ結構平均ぐらいなんじゃないですかね。7時に起きて8時半着っすよね。だいぶ時間あることだね。レベル高いね。会社に着くまではもうオートマティックとかさ。オートマティック自動操縦ってことですよね。布団から出て会社に着くまでの流れは体が覚えてるっていう。まあ、それはそうだね。それはそうよ。一方、そら猫、何時に起きてるんですか？好きな時に寝て好きな時に起きる。猫。猫だからね。これはマジでゲーム実況者あるある。もう毎朝7時に起きて3、40分かけて仕事に行くの無理でしょ。無理だね、だいぶ。だいぶ無理。ゲーム実況者は常にリモートワークなんで、まあ、出勤しないですからね。起きたら職場。そうね、僕も出勤しないからね。でもまあ起きてすぐ撮影とかするわけじゃないですよね。最近はちょっと自分の力をつけるということで、起きて作曲勉強して、疲れたらゲームで休憩して作曲勉強して寝るみたいな感じで、たまに撮影みたいな。ソラネコの場合は結構時間を自由に使えるようになってますね。まあこれは編集者がいるっていうのもありますけどね。まあでも責任はね、全部自分に返ってくるからね、サボった分は。そうね。そう、仕事場に行くとこうスイッチね、切り替えるの分かりやすいですけど、まあ、自分の家にいながら仕事スイッチとか休むスイッチ切り替えるのちょっとむずいなって感じますね。もう休めないから僕は仕事部屋と寝る部屋を分けてますね。おー、メリハリ。はい、まあ僕は会社員もゲーム実況者もどっちも数年やってますけど、朝の辛さとか出勤がないところとかは全然ゲーム実況者の方が楽です。個人的には楽だけど、ソラネコの言う通りサボったら自分に返ってくるんで、稼いで生活を続けられるかというのは別の話ですね。まあ、まだまだたくさん話したいことあるんですけど、時間的にも全部は話せないので、では次メンタル面いきましょうか。 LINE スタンプ発売中。え、じゃあ今の流れでそのままソラネコメンタルに来ることなんですか？孤独だね、とにかく。孤独と戦ってるまである一番。あー、まあ僕わかりますけどね。会社で働いてた時は一人が大好きだったんですけど、僕ゲーム実況者になって基本一人で仕事するようになって、人と話す時も通話っていうのが数ヶ月ぐらい続くと、もう言いようのない孤独感に襲われるんですよね。なんか人と話さすぎて、どんだけ相手がつまんない話していても楽しいもん。ひどい、ひどい。会社に行く業者だったらまあ逆ですよね。あの、人と話さない人がないですもんね。人としか接しないしね。人間うぜえだね。人間うぜえまでいきますか。ほんまにね、みんな言うことがね、違うんですよ。めっちゃ嫌いな人やん、仕事。いやー、でもね、人間関係は会社を辞めたくなる理由で割と上位いきますからね。20代から50代いろんな考えの人がいて、それでも全員一緒に働いてて楽しい、好きみたいなところなかなかないんじゃないですか。僕結構いろんなバイト会社で働いてきたけど、全員好きっていうのはなかったかもしれない。そうだね。まあ、ちょっと短かったけども、これでお互いの仕事がまあ大変なんだなっていうことはなんとなく分かったと思うんですけど。そうだね、大変そうだね。まあ、そうだね。いや本当にアイドルね、アイドル大変ですよ本当に。お、なんだ、どうした、急に何か思いついたか。アイドルはね、人前でうんこできないからね。何の話だよ。確かに確かに。あ、そうなんだ。突っ込めよ。あたかも俺が人前でうんこしまくってみたいな感じになるじゃないか。突っ込めよ。実は
はですね、本日撮影を始める前にお互いの職業についてどう思っているのかっていうのをインタビューしてきたんですよ。まあさすがに会社員アイドルがそれぞれ目の前にいる状態で言えなかった本音の部分を聞き取ることができたなと思いましたので、こちらの映像をご覧いただきたいなと思います。どうぞ。え？アイドルについてどう思いますか？クソですね。そんなもの存在していいのかって思ってます。なくなってほしいです。切実に消えてほしいね。お前ぶっ飛ばすぞ。正社員だか年上だかなんか知らないけど。なんてことだオズリー、本当はそんなこと思ってたのか。めちゃくちゃひどいやつ、闇落ちしちゃったよ、ブラック企業すぎて。いやこれ残業について言ってるインタビューやんこれ。いやでもね、字幕がねアイドルについてになってましたからね。おかしいやろ。動画を見ている皆さんだけに本当のインタビューをお見せしましょう。こちらです。サービス残業についてどう思いますか？クソですね。そんなもの存在していいのかって思ってます。なくなってほしいです。切実に聞いてほしいね。これだけじゃないんですよ、まだね本音を言っておりましたので見ていきましょう。ライブについてどう思いますか？もうずっと早く帰りたいなって思ってますよ。ライブが楽しいと思ったことは？ないですね。あるわけないじゃないですか。おいおい、これはまずいんじゃないか。ちょっともう僕たちの中もう厳しいみたいだな。俺残業についてのインタビューって聞いたんだけどな。それでは編集前の動画をどうぞ。残業についてどう思いますか？もうずっと早く帰りたいなって思ってますよ。残業が楽しいと思ったことは？ないですね。あるわけないじゃないですか。最後にまだございます。さあこちらご覧ください。アイドルを目指す人に一言。コネと好感度だけの世界ですよ。もうね、お客じゃなくてね、どんだけ上に好かれるかなので、仕事がね全然できなくても、性格がねゴミみたいなやつでも、まあ、飲み会とかね接待とか頑張ってれば上に行ける世界なんですよ。長くアイドルを続けるには？とりあえず居座ればいい。もう既得権益、いかに有能な若い目を摘み取るか、もう全てはそれにかかっている。やばい、これはなかなか思っ、これ動画ダメじゃない、これ大丈夫？これブラック企業の出世した上司についての一言だったはずなんやけどな。おかしいな。それでは動画を見ている皆さん、本物のインタビューをどうぞ。ブラック企業で出世を目指す人に一言。コネと好感度だけの世界ですよ。もうね、お客じゃなくてね、どんだけ上に好かれるかなので、仕事がね全然できなくても、性格がねゴミみたいなやつでも、まあ、飲み会とかね接待とか頑張ってれば上に行ける世界なんですよ。ブラック企業で長く生き残るには？とりあえず居座ればいい。もう既得権益、いかに有能な若い目を摘み取るか、もう全てはそれにかかっている。アイドルに対してそんなことを思ってたんすか？いやひどいな、ちょっと許せないの。空猫もね、会社員についてどう思ってるかっていうのをインタビューしてきたんで、ね、見ていきましょう。パワハラ上司についてどう思いますか？基本される方が悪いと思いますよ。嫌なら拒否すればいいんで、拒否の仕方がわからないなら勉強した方がいいです。いや、すごいこと言ってるね。こんな質問じゃなかったよ。で、これスマブラの 10% バーストについてどう思いますかっていう質問だったんだけど。ということで動画を見ている皆さんには本当の動画をお見せしましょう。スマブラで 10% バーストされます、どう思いますか？基本される方が悪いと思いますよ。嫌なら拒否すればいいんで、拒否の仕方がわからないなら勉強した方がいいです。ということで本日は偽のインタビュードッキリでした。おー、2勝2。知らなかった。編集ってこれ何でもありだな。